あ、ハッピーニューデー、ほんとだ、0時になっちゃったね。ごめんなさい、ほんとは今日ね、0時回る前に、なんなら11時ぐらいには終わる予定だったんだけど、めっちゃ長引いてるわ。もう5時間だね、5時間。あ、あ、え、色違いこれ。来た、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 え、来たよね、これ、色違いじゃん。やばい、鳥肌。え、ガチ鳥肌、ちょっと待って。マスターボールで。すげえ。え、一発で捕まるかな。伝説のポケモンでしょ、さすがに一発では捕まんないよね。捕まった。うおー、やっば、全身の鳥の肌がやーば。はい、というわけで、多分数え間違いがもしかしたらあるかもしんないんですけど、466匹目で色違い出ましたね。すごい、日付変わった瞬間出たね。エレクトロンポケモン、高さ 1.2m、 重さ 145kg、 めっちゃ重いね。電気エネルギーの鎌足り、体のリングを外すと秘めた力が解き放たれる。うわー、きたー、すげー、出ましたね、1日で。きたー。じゃ、ミサミサで。ミサミサ。いいね。なんか、ミサミサっぽく見えてきた。意地っ張りなんだけど、特攻下がってるじゃん。はい、素早さ激高。いやー、サンダープリズン。威力が80で、命中が90。4から5ターンの間、相手を閉じ込めて攻撃すると。エレキネット新速電磁浮。はい、というわけで、意地っ張りな、色違いレジエレキ、ミサミサちゃん、捕獲無事成功しました。いやー、やったねー。やったやった。